ティッシャーズシルクです。待ちに待った日です。皆さんはね、何かわからないと思います。ぶっちゃけメンバーの僕しか知りません。サプライズです。ドッキリ？サプライズ？フィッシャーズのアニメ勝手に作ってみたー。アニメを制作しました。んだほくんにあげる予定のアニメです。彼がね、結婚して子供が生まれてお祝いあげてないんですよ。なぜあげてなかったか、このアニメを一発目にあげたかったんですよね。お祝いを誰にもできないようなことであげたいなとずっと僕思ってまして、フィッシャーズとして、まあ YouTuber としてね、ナホとは多分俺が一番長く付き合ってると思うんですよね。彼が、専門時代とか、まあ仕事したりとかで YouTube に本気になるっていうね、ストーリーを僕はね、近くで見てきたので、そこから全てをアニメにしてやろうってずっと思ってて、ただ僕が見てる景色もあるんですけど、彼にしか見てない景色っていうのもやっぱりあって、それをね、どうやってアニメに落とし込もうかってすごい考えてて、デートしてる瞬間とかさ、そういうところって俺は見れないわけよ。まあ見てたら気持ち悪いけどね。でもどうにかそこもなんか再現してアニメにしたかったんだよ。で考えたんです。2年間あいつの話を聞こうと。ということで今回のアニメ、2年間彼の話を聞いて、全部ボイスレコード、全部メモ、すべて準備してアニメーションを作り上げました。彼は多分そのことを知る由もないです。昨日何してたのって。あ、昨日ちょっとあそこ行ってたんだ。そうなんだ。そういう話も全部メモってて、時系列並べて、ミーティングして、その時の服の色はこっちだったけど、フィッシャーズっぽいのがこっちだから、服装こっちにチェンジしてくださいとか、彼にバレないようにミーティングに行ったりとか、地元のいろんなところとか、いろんなスペースを写真撮ったり、動画撮ったりして、アニメを作る時の、まああのね、作画の参考にしたりとか。 PV 風になってるので、僕らはアニメとして出てくるんですけど、まあ、PV みたいに歌に乗せてね、結婚おめでとうっていうメッセージを伝えるんですけど、その歌ちゃんと許可取ってご協力いただいてます。ワニマさんです。ワニマさんの共にを使わせていただきます。あの歌詞がですね、リンクするんですよ。僕がね、歌詞で好きなところがあって、ここにたどり着くまでにいろんな景色を見てきただろう、待ち焦がれていた、出会えてよかった、ありがとう、この思いを届けってところがあるんですよ。ワニマさん、本当ありがとうございます。最高傑作になってると思います。僕ね、今ね、いろんなこと喋りたいんですけど、もうぶっちゃけやっぱ2年間ぐらいやっぱ待ってるもんで、早く彼に見せたいんですよね。彼に見せに行きましょう。ここでも言っとくわ。なお、結婚おめでとう。そしてね、コダホもね、おめでとう。わっ、ちょっとなんだよ。馬娘育ててんだよ。ちょっとこっちおいで。はい、はいって素直に行くのもおかしな話だよ。本当に、いや、なんかすごい画角だけあれ、ちょっと暗いけどね。俺さ、2年間変じゃなかった？え、そのパターンめっちゃ怖いんだけど。え、お前子供いたの？違う。いや、なんか変じゃなかった俺。基本変だよ。喋ってる時変だった？いや、お前関西出身ってことじゃない？違う、そういうことじゃない。そういうんじゃないの？いや、わかんない、全くわかんない。ほんと？今日見てほしいものがあるんだよ。はい、真ん中に来て。怖い。いや、なんかいい方であってほしい。ナオくん、今見てるかな？どうも、フィッシャーズのシルクでございます。君とはね、YouTube を始めて、まあその前もだけど、まあ結構二人でいる時間が多くて、で、いろんな話をね、しましたね。そんで、やっぱ、なんだろう、YouTube 始めるってなって、本気になるっていうところから、僕はね、多分一番そばで、ね、メンバーの中でも、ね、誰よりも一番そばで僕がね見てると思うので、まああなたの頑張りとか、そして君のね成長とか、まあ悩んだ時もあり、そして今こう結婚とか、そして子供が生まれたり、日本でね一番の再生数を取ったりとか、本当にいろんな景色を、まあ一緒に見ることができてね、まあ僕もありがたいんですけど、ここまで最近の話だもんね、ちゃんとまあやってきて、まあ近くで見ててすげえなと思う思いますし、なんかごめんね、なんか、なんか本当にいろいろと頑張ってなって、おい、どうした急に、お前、いつも思ってたから情緒。でもね、こう口ではさ、俺あんまり伝えられないから、なんだ今まであの結婚のね、お祝いとかも送ってなかったんですけど、わざとずっと前からいろいろと考えてやらせていただいたので、今日はね、見てほしいなと思います。まあ俺に不満を持ったこともね、あるでしょう。いやしんどい時もあったと思います。まあそれはね、まあ見れてはいたところもあるけど、見れてないところもあったと思います。だからね、
まあ不器用なりに車で一緒になった時とか、まあ、二人になった時にね、いろいろと話を聞かせてもらって、まあ明日につながればいいなとか、なんかこの話から何かできないかなとか、いろいろと考えさせていただいてました。話が長くなってね、何が始まったんだって多分思ってると思うんで、そうだよ、もう早速本編に行けたらなと思います。やだ、これ感動するのね、無理弱いもんとか、1000万回再生の動画ね、300本とかいったら、本当にやろうと思ってて、ずっと2年前からずっとやりたかったなと思ったのが今日ようやくできます。何お待たせしてしまったかもしれません。まあそんなこと多分知る由もないだろうけど、なおくん、僕からの、プレゼントです。どうぞご覧ください。何？土手じゃん。すごい、なんかアニメみたいになってる。俺じゃん。何これ。そうそう、黒いね、リュックも一緒だよ。めちゃめちゃアルバムじゃん。え、何これ。めっちゃすげえ。これ音源大丈夫？めちゃくちゃワニマさんの曲だけど大丈夫です？これ音源。そう落ちてね。え、すげえ。うわ、すごいすごいすごい。カメラ乗ってるし。そうそう、本当にね。あ、そう、これね。そう、哲也とかでパン食ったりして、あ、そう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 、だえ、すげえこれ。あ、仕事してたね、練習してね。そう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 、え、見たし、あ、いきなり急にしとったじゃん俺。え、すげえすげえ、やったわこれ。そうそうそう、いやすごい、いやこれ全部本当にあった話じゃんこれ。びっくりし、だいぶ太ってるじゃん。え、すげえ。あ、やったね。え、すげえ。あ、俺が耳やっちゃった時のやつ。そう、本当にこんな感じなの。え、これなんで知ってんの。すごいすごいすごい。あ、マジですごいな、これ。そうそうそう、溶けなくて結婚指輪をさ、プロポーズ当日に氷に入れて溶けるまで一緒に遊ぼうっつって、全然溶けなかったの。え、よく知ってんな。すごい、よい音程。え、すごいすごい、これもういつもの居酒屋だし。うわ、懐かしい。え、だんだんできるなんてるし、めっちゃ似てた。そうね、所長やってね。え、すごいすごい、しっかりね。え、これすごいわ。あ、そう、え、すげえ。似てるし、え、すげえじゃんこれ。んだほ、結婚おめでとう。しゃべってる。大変。すげえじゃんこれ。なんだよ、ビビるわ。
すげえな、おい。結婚おめでとうございます。おめでとうございます。すごーい。慣れてないからさ、びっくりだわ。そうだね、いつもより喋ってたもんね。全部直接おられるとか言って、今まで絶対なかっただろうなっていうプレゼントをしたくて、2年間君が車の中とか何の気なしに話したことだけでストーリー作ってます。すげえよ。だって本当だもんでしょ。だって俺のプロポーズとかなんで知ってんだよ。誰から聞いたんだよ。全部本当にあるとこなんだって。俺がバレないようにメイキングしに行って、やばっ。そう、全部その書く場所も写真とボイスレコードして一個の物語にしました。キモっ。キモいなお前ら。すげえなおい。もう一回したよ。いや一回じゃ見切れねえって。もう一回見る一応。いやあんな太ってないよ。いやあんな太ってます。嘘だ。お前ら知ってたの？それ最初はでも知らなかったよね。なんかそんなこと言ってもらうぐらいだったし。うん、いやびっくりだ。いや感動ですわ。あんま動画の前で泣いたりとかしたくないんだけど、さすがにポロッときたわ。勝手にアニメ作ってきた。すごいよ。絶対できないであろうことをやってみようと思って。すげえな。プレゼントありがとう。はい、あのストーリーを書くためだけにアニメ会社さんが動いてる。やばすぎる。ありがとうございます。本当に大変なんだね。作る超長い期間作画にやってる。すげえな。2年間、まあ、バレなかったと。すっげえ。いやそれも本当にすごいね。え、これお前ら結婚したら超大変じゃん。ハードル上がっちゃったけどね。そこは考えなくていいでしょ。いいよ、いいだよ。好きだわ。出た気持ち悪い。サプライズ大成功。皆さん、あのうちのね、チャンネル、フィッシャーズのチャンネルね、登録してください。はい、何年前からこういうこと考えてました、チャンネル登録者のみんなと何かやりたいですみたいなのをね、もう考えたりともするんで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。絶対損させないんで。だんだん、染みてきた。なんだよ、お前。そう、なんかめっちゃ開けたお酒。いやマジで3回ずつチューするよ。ほんとにもう。何で裏やさしてもしてんの。思い出とお酒はもうほんとシーソー。どういうの。お前ら好きだわ。もうここまで使って。これ多分動画にしたらなんでここ動画で使うんだよ。言ってそう。使え。言ってそう。言ってそう。お前の膝にチューしちゃう。やめろって。それは本当にありがとう。お前だいぶ俺シルクに行けそう。シルクが全部やってんだよ。シルクに行けそう。頑張ってるとね、なんでだよと思うけど、お前みたいなやつが一番好き。酔っ払わないとこんなこと絶対言わないから。絶対言わない。絶対言わない。俺には絶対言わない。お前強すぎるから。確かに戦ってほしいね。これぐらい勝ち向かないとダメなんだよ。みんなで手を取り合ってやるためにはこれぐらい抗わないと戦えないんですよ。ゴールドロジャーの団体みたいに全員強くならないといけないからね。本当だよ。わかるか。友達や仲間を大事にしなさい。幸せです僕は。と覚えてないだろうけど。きっと覚えてねえのかよ。覚えてる。覚えとけよ。これは大好き。大人になればなるほど強がって言えないんだよこれ。まあそういうもんだよ。しょうがない、しょうがない。お前ら大好きだよ。26で頻繁にお前ら大好きって言い続けてたらそれはそれで怖いもん。俺の生活環境でここまで来れたのは奇跡だよ。一人ずつ感謝を述べていきたいこの動画で。それは長くなるんでまた後でお願いします。みんな横並びだからシュークが言ってたけど。そうね、シュークが言ってた。そう、縦並びじゃないの。そう、みんなでなんか作ろうよってね。お前好きだもん。ほんまに言わないね。こいつはタフなんだもん。タフなんだ。タフではある。俺こいつについていこうと思って。じゃないとさ、やっぱ全部ずっと引っ張ってきてくれてたわけじゃない。じゃないと戦えないでしょ。こいつとやっぱ横並びになるために頑張ったんだけど、ぶっ壊れちゃったから。人によってね、頑張り方って違うから。全く俺にする必要はないからね。そうけど、それも教えてくれたんだなと思う。マジで。こいつはすごいんだよ。うんとね、マジで。チャンネル登録しないで見てるよって人もね、多分めちゃくちゃ多いし、アカウント作ってない、持ってないよって人もいるんだろうけど。ありがたいけどね。めちゃくちゃありがたいけど、ぜひともね、
登録してください。カメラがどこにあるか分かってないんだけど。いや、こっちこっち、間違った、ほんとに間違った、ほんとに、お願いします。ちょっとおしっこ行ってくるわ。早い早い、行ってらっしゃい、お願いします、マジで。後ろに楽しいの、分かってる、分かってる、今日楽しんで歌いな、最高だ。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アディ。